表彰台に上がりましたが、今のレースを振り返っていかがですか？今のレースを振り返って、まあ、予選と同様、力んでしまった部分があるので、まあ、やっぱり良くなかったと思います。オリンピックで泳ぐ 100m に生かせる部分というのはありましたか？生かせる部分はほとんどなかったと思うんですけれども、でもやっぱりテンポを上げるっていう部分では良かったのかなとは思います。まあ、国内での大会はこれが最後になると思うんですけど、改めて今大会振り返っていかがですか？まあ、今大会は、まあ、やっぱり自分が万全な状態で来ていないので、あんまり、まあ、タイム的には良くなかったんですけれども、でも今後につながるように、今どのような状況かっていうのが分かったので、まあ、良かったと思います。改めて、まあ、2ヶ月後の本番に向けた抱負というのをお願いします。本番はもう予選から速いタイムで泳げなかったら準決勝とかには残れないと思うので、まあ、一発目から頑張れるように準備していきたいと思います。テレビ代表以上になりますが、ありがとうございます。ありがとうございました。